鍋島忠重は、非前鹿島藩の初代藩主。天正十二年十一月二十八日、鍋島直重の次男として、佐賀城で生まれる。兄は、佐賀藩の初代藩主である、鍋島勝重。聖母については、関西重修諸家府では、石井常延の娘、陽康氏すとしているが、他の経図では、井出口小左衛門の妹としている。ただし、忠重総研になる。 大知事は、忠しげが、両親のためにとて、事後を直しげの法名、非法、総佐都市、非、大院の法名から命名しており、非、大院が聖母であった可能性が高い。忠しげは、早くから、父や兄と共に、豊臣秀吉に仕え、文禄四年の文禄の役では、父や兄と共に、朝鮮に都会して、朝鮮軍と戦った。 慶長二年の慶長の役にも参加している。慶長五年九月の関ヶ原の戦いで、兄の勝重が西軍に組みしたため、戦後に徳川家康によって処罰されかけたが、父の命令で西軍の立花宗茂を攻めて、鍋島家の存続に尽力した。慶長六年には家康への人質として、江戸に赴いた。慶長七年から家康の三男。 秀忠の近所として使えたが、秀忠に帳愛されて、ただしの返記を授けられて忠重しげと解明した。また、下佐やはに御宣告を与えられ、従五位した泉守に助任されることとなった。慶長13年に中部をわずらったために帰国を許され、以後は、蓮池で養生した。しかし、父や兄からは、幕府とのパイプ役としておもんじられて、 慶長14年に二万国を分治され、下嘘の五千国と合わせて二万五千国の大名となり、常広城を集築して、居城都市、鹿島藩を立藩した。しかし病気のため、藩政を取ることは、ほとんどなかったと言われる。慶長19年に大阪冬の陣が始まると、忠重は病心を押して参加したため、秀忠に激唱された。その後は、矢作で療養したが、 回復せずに、官営元年8月4日に、矢作で死去した。去年41、後を、長男の聖シュゲルが継いだ。ありがとうございます。